はい、ピーターマンです。 A 級隊員のホイケルです。疲れてますね、大丈夫ですか？いやー、地下強いね。名だたる剣豪たちが敗れ去った、このアタッカー地下に。そうですね、A 級1位でさえ新たな挑戦者が現れた。そんなもん、そういう設定でいくんですね。いかないです、いかないです。もう辛いよ、そんなもん。じゃじゃん。でもとりあえず新しいキャラでいきます。はい、風間宗也。いやー、もうどうやったら勝てるかなとかね、いろいろ考えたんですけど。そうですね、なんか動画外で練ってましたね。ガチで攻略しに行ってますから。まあガチで攻略するんだったら人数増やせっていう話なんですけどね。まあガンナーするか集団するかですけど、そんなんじゃね、面白くないんでね。真面目です、何回も言ってますが。そんな感じですよね、本当に。敵のコントロールですよ。グラソッパ、よし、来たぞ、地下、ショガ、ガンガン攻めるぜ。いきなりテレポーターか、捉えた、うねえな、ずるか、テレポートを打ってきたら、テレポートを打ってきたら、グラソッパ、グラソッパ、ステルスオン、ステルスオフ、ありがとうございます、トリオン切るか、トリオン切れ、トリオン切れか、トリオン切れなる。うわっ、上からか、やるな。あぶね、いって、あっ、させるか、くっそ。敵の反応がない、大丈夫、そんな、そんなもしてないのに。敵の反応がない、そろそろ限界か、くっそ。フィラソッパ捕らえた、マジでそれシールドなら何とか防げるか。いやでも旋空は防げないよな、シールドは。そうですよね、多分削られちゃいますよね。そう、エスクードかレイガスのシールドじゃないと耐えらんないですよ、シールド。なるほどなるほど、空中、空中サポート、よし、空中からの、何、えめっちゃ強え。失敗か、シタッと現れたな、僕の画面に。体力を回復してたんですけど。いや、今のはうまかったですね、相手さん。受け立ちして、まだ次ひるんだところを後ろに回ってテレポートで、ぐさっと。超強かったです。強かったですね。ゼロポイントっていう。次で仕留める。マジだ。次で決める。決めましょう。絶対決める。もう、こげつの EXP がマックスになったな。使い込みましたね。使い込みましたよ、本当に。いやー、くー、もう辻ちゃんスタイルは結構いい感じではあった、はい、ああ、なかなか好感触ですか、うん、君がマンティス使えればな。いやヒュンってやってくれるんだけどな。次回作に期待しましょう。そうね、いずれね、いずれいずれ、マンティスとサラマンダーまで。いずれね、まあね、何言ってるか分かんない人は、うん、ぜひね。サラマンダーっていうのは合戦弾の一種で、炸裂誘導弾、はいはいはい、メテオラとハウンドです。うんうんうん、で、トマホークがあるじゃないですか、はいはい、あれがメテオラとバイパーなんですよ。なるほどなるほど。そんな感じです。わかりやすい解説がね、今ありましたね。皆さんわかりましたね、これで。よし、やるぞ。もさもした。もうダメだ、もう。もさもさした男前はね。って言おうと思ったのにさ、もうトークもダメだよ。力尽きてる。大丈夫だ、いいことは絶対ある。そうですね。でね、別に唐沢さんの時はこれ言う必要ないんで、普通に行きます。誰の時でも言う必要ないけどね。成功しだせる。あ、5月持ってる人かな。グラスホッパー。グラスホッパー。先行攻撃。ついていこう。そうですね。なんか、それっぽい感じでいこう。連携してやるか。連携してやりましょう。はい。くそ。捉えたぞ。どういたの？はい。受け立ち。
そ、あガードしてこれか。敵はいないか。とかバックワンオン。敵はいないか。後ろから敵はいないか。見えない。先空攻撃。先空攻撃。行って。捉えたぞ。バックアンオフ。見失った。グラスホッパー。いいぞ。フォローする。後ろだ。ここだ。邪魔をするな。どういての。俺がします。くっ。くっ。させるか。なんとか。捉えたぞ。ちょ見えないぞ。やばい。天空攻撃です。外したか。いや当たったな。かといって何もしない。よし、グラスホッパー。天空どこ行った。あ、いや、ピーターマンもやばいですね。やばいですよ。結構 HP が。グラスホッパー、グラスホッパー。くそ、あぶね。ほんとだ。グラスホッパー。くぅ、先空攻撃。攻撃よしよし、半分は削ったな。先空攻撃素晴らしい。半分いったね。いきましたね。これで先空攻撃攻守交代で OK です。よし、失礼いたします。怖えな。あとこっち見た。なんでこっち見た。なんでこっち見た。ほらほら、おや、ナイス。テレポート行って、やばい。大丈夫だ。捕らえたぞ。復帰する。お願いします。はい、交代で。はっはっはっ。よし、3発当てた。素晴らしい。オッケー、捕らえた。お返しします。オッケー、グラスホッパー。よしよし、すげえバランス取れてる。でも攻守入れ替えて体力のちょっと心配があるからね。そうなんですよね。天空攻撃が結構食らうんで、うん、当たると冷静になってきた。チョコ当てた。チョコ先空攻撃。あと少しだ。仕留めろ、仕留めろ、京介。任せてください。サポートは任せろ。連携してやる。僕が目を引く。後ろから頼むぞ。グラスホッパー、グラスホッパー。今空中にいる。空中にいる。大通りに出るわ。はい、こっちずつ狙ってるから。ナイス。やったやりましたね。やった全空攻撃でやりましたね。イエイ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 。シールドモード任務完了だ。やったぜ。やりましたね。やりましたね。嬉しさのあまり。やったやりましたね。よかった強かったな。よくやった。強かった。帝都市の平和は守られたぞ。いやー、まあ、辛かったな。まあまあまあ、よかったんじゃないですか。よかったよかった。はいはい。いやー、疲労感満載でございます。そうですね。さあ、はい、アタッカー地下を撃破しまして、はい、次はいよいよラストミッション。ラストミッション、ちょっと戻ってもらっていいですか。あはずっと待ってたんですよ、ね、ずっと妨害トークを引き伸ばすという。さあ、ワールドトリガーボーダレスミッションナンバー13。おお、13 13。おお、かっこつけるところでそれはねえんじゃねえか。13ですか。戻りますね。13ボーダレスミッション。おお、ボーダー A 級部隊勝ち抜き戦に挑戦。制限時間10分。はい、クリア報酬なんと2000。さあ、これはなかなかないレベルの。そうですね、難しさです。 A 級部隊に勝ち抜き戦だそうで、はい、相当大変ですね、きっとね。そうですね。準備をしましょう。次回ピーターマンシス。いいよ別に。ご期待ください。やめてくださいよ。まあ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 、頑張りますか。頑張りましょう。はい、はい、では一旦休憩ということで、はい、また次回もご期待ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。